全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、タック TV の実写チャンネル1時間ラジオということなんですけど、本日はホラー回でございます。まあ頑張って暗くしたんですけど限界です。はい。まあ前回のゲストに引き続きなんですけど、その方といえばホラー、怪談とかそういったイメージの方も多いと思いますね。で、今回僕3月に控えている怪談の大会にも審査員として出場していただくことが決まっております。では早速お呼びしてみましょうか。国沢一生さんです。こんばんは。こんばんは。どうですか、ご紹介に預かりました、はい、国沢一生です、はい、どうですか、どうですか、その距離を行ったり来たりさせられる気持ちは。邪魔くせえななんで一回はけさせたんだろうとは思いましたか。もだいぶ思いましたね。あ、思いました。だって僕が登場するって多分みんな分かってるし、そうです、分かってる方の方が多かったと思うんですけど、はい、これを初めて見たって方がですね、うん、誰だろうってなる、こうちょっと遊びが欲しかったというか。なるほど、はい、で国沢さんだという話なんですけど、はい、遊びの歩数ですね、じゃあそうそうそう、はい、ここの5歩が大事かなと思って今回ちょっと登場またしていただきました。お願いします。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いや、今回ですね、はい、まあ、さっき言ったホラー回でございます。はいはいはい、はい、前回はトラウマ回で、まあ、若干ホラーチックも入ってましたけど、うん、前回は虫がやっぱ多かったですね。多いですね、虫は。虫はね、うん、どっち怖いですか、お化けと虫。いや、怖いのはお化けですよ、やっぱり。あ、お化けの方が怖いですか、はい、まあ怖さのちょっとベクトルは違うかもしれないんですけど、はい、でも虫のお化けって全然怖くないですよ。虫のお化けは怖くないですね。これ何なんですかね、打ち消し合うってやっぱあるのかなって。虫のお化けは気づかないんじゃないですか、お化けってこと。いや、そこ絶対虫いたのに、ちょっと触ったら透けたみたいな虫のお化けじゃないですか。はいはいはい。でも触って透けた方がありがたい虫いるじゃないですか。いっぱいいます。ムカデとかもそうなんですけど、うん、あ、お化けでよかったってなるかもしれない。なるじゃないですか、うん。だからなんかその理論でいくと、実際こう見えちゃう方とかは怖くないのかもしれないですよね、なんか。確かにね。言ってましたわ、ノブさんが。ノブさんだったかな、ちょっと曖昧なんですけど、霊、うん、がある方は、うん、あ、早友さんだったかな、うん、霊に対しての印象は悲しいって答えるみたいな。へえ。かわいそうとかって答えたりするらしいんですよ。成仏できてなくてかわいそうっていう、はい、なんかそういう印象を持ってる方は霊感がありますねみたいな。へえ。だから怖いって思ってるじゃあ霊感ないみたいな。なるほどね。でも確かに当たり前になるから怖いっていう感覚はなくなるんでしょうね。ああ、でもそれいないっていうか、うん、いない存在だから怖いっていうのありますよね。ある。まあ今日はそんな、今ちょっと怖い話したじゃないですか、今、はい、みたいな感じで今日はですね、ツイッターではなく、はい、ちょっと場所を変えて、インスタグラム、はいはい、僕やってるんですけど、インスタも、はい、そのインスタのストーリーで、うん、ちょっと怖い話を教えてくださいって投稿しましたところ、はい、思った以上に来ました。だから今日はちょっと怖い話。だから怖くないかもしれないです。ちょっとだけってことですね。 そもそもがちょっと怖い話をお願いしますので、はい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 、それを読んでいこうかなと。なるほど。国沢さんの中でちょっと怖い話ってあります？めちゃくちゃ怖かったらダメです、今日帰ってもらいます。なるほど。ちょっとだけです。ちょっとです。これお化けじゃないんですけど、はい、最近僕が DIY でお店やってたんですけど、はい、ペンキが塗られてたりとかするんですよ、勝手に。勝手に、はい、あれと思って DIY してたら、今だいぶ怖いです。今怖い、だいぶ怖いですよ。あれもう感覚バグってるかもしれない、はい、俺、うん。で、パッて見たら、ピンクに育ってたりとか、で、テーブルが真緑になったりとかしてたんですよ。うん、何これと思ってて、めっちゃ怖いなと思ってた中で。言うと思ってますよ、めっちゃ怖いな。その時はやっぱ怖かったんですよ。あ、からこう、なってくる。なって、そう、はい。で、テーブルパッて引いたら、板に、好き好きって書いてあるんですけど、え？と思ってる中で、一個だけ、間違って、寿司って書いてあった。それはですね、はい、だいぶおもろい話じゃん。すごい、ほっこりしますね。ほっこりするでしょ。あ、間違ってる。間違ってるんですよ。あらって、寿司って書いちゃってるよ、みたいな。そう、寿司って多分、思いが強すぎて、バーって書いた中で、多分、寿司って書いてる。だいぶ怖いですよ。塗った覚えないですもんね。ないです。その、DIY をする、その家具とか、うん、その棚とかは、その、誰でも入れるような場所にあるってことですか、今。ドッグランとかなんで、置いてるやつなんで、外から入ろうとか。入れるもんね。じゃあ、ちょっとやばい視聴者さんというか、はい、がやってる可能性ありますよね。どういう方かがわかんない。大丈夫なんですか、こんなとこで、そのちょっとこう笑えるような話にしちゃって。いいっすよ。好き寿司で、なんか、どう、はい、しんどいのが、大喜利しだしたらどうします？どういうこと？好きの中に何が入ってたら取り上げられるか、大喜利みたいな。はいはいはい。梅沢富美男って書いてあったらどうします？梅沢富美男って書いてあったら通報です。あんまりにも度が超えたボテとか、はい、はい、大喜利し始めたなと思ったら通報します。絶妙なとこじゃないと。あ、そう基準がそこなんです。まだ通報してないんですか？まだ通報してない。いや、通報した方がいい、絶対。あ、そうか、はい、好きの中の寿司だから、まあ許せるけど。許せるけど、キスとかでもまあいけるってことですよね。今好き、そうね、好き好きでかかってるしね、キスになっちゃってるよみたいなのはいけるってことです。可愛らしいボケやから。あ、
だダメってこと、役所工事でもダメってことですよ、ね、あ、もう通報です。漢字になったらもう狙ってる、あ、もう漢字になるだけでダメ、もう漢字になったら怖い。安倍貞夫はどうですか、カタカナでも前半漢字や。ああ、そっか、通報です。じゃあテレンス・リーは、テレンス・リーは人物が怖い。元傭兵、元傭兵が怖い、通報です。今日はそんなですね、はい、ちょっと怖い話募集してます。なるほど。でね、このごめんなさい、インスタがですね、開かないと内容が見えないじゃないですか。うんうんうん、ちょっともたつくかもしれないですけど、はいはい、一応開いたやつ読んでいこうと思います。了解です。よろしくお願いします。お願いします。いただきます。うわ、ちょっと怖いです、これ。いや、もう、うわって言ったらちょっとじゃないやん、それ。いや、聞いてもらっていいですか。はい。あの、ルイさんという方ですね。はい。タカさんがこの動画で話してるサイン、本当嬉しかったです。ありがとうございます。家に家宝として飾ってあります。ただよく見てください。これ何があったかっていうと、うん、あの、なんかメルカリで目を合わせると呪われる絵っていうのが出品されてたんですよ。うん、で、その値段が2万6000だったんですよ。うん、高すぎるやろみたいな話を僕がしたら、うん、その絵をですね、描いたというか出品した方が僕のリスナーさんだったんですよ。へぇ。で、その動画を見て4万円値上げしたんですよ。うん、この4万って何かっていうと、あの、僕が窃盗にあった時の金額の被害なんですよ。うん、4万円っていうのが、うん。だからリスナーさんがちょっとふざけて2万6000から4万円値上げしたんですよ。うん、さらにそれをリスナーが面白がって、その絵を4万円で購入したんですよ。うん、じゃあその絵を僕に送りつけてきたんですよ。いいよ、うん、で、まだ僕ちょっと見れてないんですけど、うん、そのお礼というか、一応も高価なものじゃないですかね。うんうんうん、なんで、いや、本当ありがとうございます。動画のネタにできます。と。で、なんかお礼にちょっと何か送りたいんですけど、何がいいとかありますかみたいな感じで送ったら、うん、その方が、あの、自分の彼女が、あの、誕生日なんで、うん、サインに、お誕生日おめでとうって書いたの送っていただけますかみたいな。うんうんうん、あ、だから、いや、それぐらいだったら全然しますよ。つって送った方からです。うん、ただ、この写真よく見てください。はい、これ、内容が、うん、お誕生日おめでとうって書いてくれたつもりなんでしょうけど、うん、お誕生の生まれるが抜けてます。うん、これ、除霊じゃなくて高齢しそうで怖いですって。これ僕マジで気づかなかったそう。うわ、なるほどね。やばいですね、これ。やばい。見たら本当に、生きるっていう字がなかったんですよ、うん。だからめっちゃ失礼なやつみたいじゃないですか。はい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 。お誕日おめでとうございますみたいな。お誕日ね。せっかくくれたのに、ちょっと送り直します。お誕日はやっぱりなんか、ないっすけど、卑猥な言葉に聞こえますもん、お誕日って。お誕日びしょ濡れ大合戦みたいな感じ。いやいや、それつけたらもうエロよ。どうエロやわ。じゃあちょっと怖い話ということで、うん、開いていきますね。はい。真帆さんですね。ありがとうございます。うん、ついさっきの話です。うん、人に後ろ指を刺されてるなーって思ってました、うん。で、歩いていて気づいたんですけど、自分の背中にカエルが止まってました。うわ、怖いっていうか、まあ、ギョッとしました。うん。てか、なんで今冬なのにいるの？確かに。まあ、ギョッとしたっていうか、ケロッとしたが正しいですよね。でも。ケロッとしてたら立ち直ってるから。カエル。わかってるよ。分かった上で言ってあ、一緒に滑ってくれたってことですか。そうよ。便乗滑りしてくれたんですか。名シーンですよ、今の。いやだよ。便乗で一緒に乗ってめちゃくちゃ滑って、滑りすぎて気づいてないと思っちゃったっていう。滑りすぎて。お互い滑ると多分何も気づかないよね。はい、うん。滑ったことにも気づいてなかったもん。はい。申し訳ないですね。はい。で、次いきますね。うん、ワッシュさん。こんにゃく丸々一本でオナホ作りました。わ。なんか流行りましたよね。流行った、昔ね。絶対その噂って多分年齢関係なく流行るんですよね。関係ないですね。一回ね、今の子知ってるか分かんないんですけど、うん、あのこんにゃくでオナホ作れる時代があったんですよね。あった。でもなんかもう今ってそういうグッズって、まあ、手軽に購入できるんですよ、うんうんうん、薬局でもどこでも。昔はそうじゃなかったんですか。やっぱあんまなかったんですか、ああいうグッズって。俺昔の人だと思ってる。いや、それほら僕からしたら、はいはいはい、まあ、ちょっと昔じゃないですか。まあまあまあね、一世代は上なわけじゃないですか。はい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 。どうなの？もうその時にはありました？テンガって。僕、めちゃくちゃ疎いんですよ、実は。え？ AV とか、はい。そっち系めっちゃ疎いんですよ。ソフトオンデマンドの元社員ですよね。違うわ。ソフトオンデマンドの社員やったら、僕そのまま一本で行ってますって。一本堂じゃないけど。え？あ、そうなんですか。じゃあ、その当時あったかどうかわからない。わかんないけど、エロビデとかは自販機で売ってた時代やから。あー、今ないっすもんね。ないっす、ないっす。青少年健全育法条例みたいなので、ダメですもんね。そう。鬼田舎にしかないっすもんね。そうなの。だから、そっか、今の子って、あの、あれがかわいそうなと思うんですよ。あの、エロ本カピカピの河川敷に売ってる、あれがないじゃないですか。ないですね、もう。絶対ないですよね。そうです。僕らの、うん、ちっちゃい頃はまだありましたもん。ありました、まだ。はい。エロ本探しのとかやってました。あれがやっぱり一番の青春じゃないですか。はい。まあまあ確かに。そう。思い出して楽しかったなってなる話ではありますよね。うん、なんだろう、あれがこうちょうどページがさ、
薄れて薄れて、はい、モザイク取れてる感じに見えて、それを、なるほど。で、太陽光で見るのが楽しかったのに、今やもう、ね。今できない、ないから、ね。生々しいダイレクトがさ、すぐ見えちゃうから。そうですね。ネットで調べて一発でできますよね。そう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 。で、この、こんにゃく丸々一本で、うん、わらはを使ってトイレでいたそうとしたんですけど、臭いし、まあ何も感じなかったので、そのままトイレに流しました。うん。案の定詰まりました。音にぶち切れられたという話です。ちょっと怖いでしょって。確かに、ちっちゃい頃のそういうアダルトグッズとか、なんかそのエッチなものが親にバレるときってめちゃくちゃ怖いですよね。確かにね。バレたことあります？こうイヤホン聞きながら夜こうやってて、この両方ですよね、うん。で、そういうちょっとエッチな見てるときに、はい、音がしたんです。ガサッて。はいはいはい。と思ったらドアが閉まってたんですよ。はいはいはい。で、閉まる瞬間見たんですよ。あ、いつか、どっか開けとんな、みたいな。開けたのに多分気づいてないんですよ。はいはいはい。心臓ドキドキドキってしましたね。確かに。一回開けてるやんと。うわ。だから多分、バーバーですよね。確かにね。あ、あって見たあかんってなったよね。そうそう。ってなったと思いますね。怖ずっとしますね。はい。じゃ次行きます。コウさんです、うん。小学生の時です。とある宿泊施設で本物のお札見ました。うん、しかもその貼ってあるお札の部屋で泊まりました。うん、これ、なんか林間学校とかって出やすいみたいな言うじゃないですか。ありますよね。なんかやっぱああいう楽しそうな雰囲気の場所って出るんですかね、なんか逆に。多分多いと思う。僕のやってるお店にも多くて。うん、あ、そうなんですか。生き量らしいです、それって。え、何しに来てるんですか、生き量。多分楽しかった時の思い出とか、あ、あの時楽しかったなとか、だから閉園が決まった遊園地とか、閉園後の遊園地って結構見るじゃないですか。確かに、そのパターンがあるんですね。はい。なんか、そういう歴史的ある宿泊施設とかって、土地が安い、もともとちょっと戦時中の場所だったとことかを使って、みたいな。うん。出やすいっていうのと、プラス一つ確かに楽しかったなって思い出が生き流として飛んでる説、はい、面白いですね、それ。それがなんかあるっぽいですよ。それおもろいですね、うん、その可能性はちょっと怖いですよ、はい、怖い話ですね、うん、トニさんです、うん、俺お前抱けるって怖いっすね。なんか、男性で抱け、この人やったら抱けるなみたいな人いません。僕は斎藤匠さんやったら全然抱かれてもいいと思ってるんですよ。なるほどね。はい。抱けると抱かれてもいいはちょっと違うじゃないですか、またニュアンスが。確かに確かに。そう、抱かれてもいいです。斎藤匠さんだったら抱かれてもいい。だから女性的になれるってことでしょ。あ、そうです、そうです、そうです。男のまま抱けるっていうのは、だってこの人は抱けるやから、あ、女性的な扱いしようとしてるんですよ、ダックさんは。あ、なるほど、なるほど。はい、いや、そうですね。だから、そっちの意味で抱けるはないかもしれないですね。男性で抱けるわ。確かにな。抱かれてもいいだったら斎藤匠さんと綾野剛。ああ、はい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 、はい。綾野剛さん。調子良ければ役所広司さん僕行けます。調子良ければね。はいはいはい、はい。調子良ければ行けます。抱かれてもいい側ね。はい。うん、あります、ね、抱かれてもいい。抱かれてもいいか。僕逆に抱けるわ。おぉ。ハイド。ハイド。ああ。ちょっと似てますね、言われてる。いや、嬉しい。目似てますね、なんか。目力。なんかメイクしたらハイドさんっぽくなるんじゃない？最高やん、それ。年齢もだって同世代ですよね。全然ハイドさんの上。あ、そうですか。はい、かもう50ぐらいも。なりますか？僕は中学の時に流行ってたから。あ、じゃあちょうど一回りというか。はい。抱けるはハイドさんで、抱かれてもいいはガクトさんかもしれない。いや、ほぼあのバンドやん。じゃあ次行かせていただきます、はい、ちょっと怖い話です、うん、清志師匠の立ち位置とかの関係で合わせ鏡になって無限清志師匠になってしまってる写真があります、うん、西川清志師匠の合わせ鏡で無限清志になってる、はいはいはい、ちょっと怖くないですか、はいはい、ちょっと怖いですねまあこのバッテン巨瀬川さんって言うんですけど、はいはい、なんかこういう誰が気づくのみたいなとこをばっか送ってくるんですよ。なるほどね。誰も見てない城島の釣り番組のことを言ってきたりとか、正月しかもあれ再放送やってるんですよみたいな。すごいな。撮れよみたいなこと言ってて、はい、誰が見てんのみたいな。着目点がすごいですね。次がですね、27997S さん。うん、小学生の時です。家族でディズニーランド行きました、うん。母と父と私と弟をホテルに置いて、千葉の友達家族と飲みに行って、寝てたら、カツ、カツカツと足音聞こえてきました。これ何だろうなと思ったら近づいてきました。でも鍵がかかってる部屋です。何も来ないと思ったのですが、足音が止まったのがベッドの横でした。うん、そっと布団をめくって足元だけ見たら、赤いピンヒールがありました。うん、え、こんなことあるの？って記憶でそこからはあまり覚えていません。私の夢かなと思ったんですが、最近20年ぶりに母にその話をしたら、当時もその話を私がしていたようでして、うん、その後東日本大震災で被災した時も遺体を見つけてから足だけ、うん、すれ違いざまに挨拶したり誰もいないじゃんと言われたり、こういった経験が多々あります。これ足だけ多いっすよね。
なんか。多いっす。足だけの霊。で、僕も読みますもん、足だけは。え？足だけが見えてるとかじゃなくてですか？足だけの霊。あれ、なんかでも、なんか不思議だなと思うのが、はい、日本のお化けって足ないイメージじゃないですか。はいはいはい。なんで足だけなんでしょう？なんか、どういう時に。説に言うと、僕は車運転してた時に、窓ガラスに反射して、だから明らかにおかしなところスッて数歩だけ動くんですよ。足だけが。足だけ。で、これがあれと思ってて最初。でも、何回か何回か通るんですけど、全部違うんですよ。でも、おかしいなと思って右側見てたら、DIY 手伝ってくれたら女の人が、なんかさっきから足見えねえけどって言ったんです。反対側見て。かっこ、どっちにもいる。どっちにもいるんですよ。足がいるとこですか。で、翌日ロケ行って、その話を知らないメンバーの女の子が、なんかさっきから足見えるんですけどって言ったんですよ。これが、調べたら生きるような見え方っていうのが。あ、なるほど。亡くなった人は足がなくて、はい、生きてる霊は足がある。っていう説もあったんですよね。なんかそう、綺麗すぎる気しません？話として。確かに。綺麗すぎてお腹空いてきたもん、なんか。え綺麗すぎてお腹空いてきたもん。かかってないですよ、全然。なんか別に。いや、普通に、まあ、体調です。あ、体調がね、はいはい、体調が良すぎたなと思って。綺麗すぎて。綺麗な、お腹空いたなって。次です。カムさん。うん、小学校3年生の時です。一人で留守番してました、うん、すると公衆電話から家の電話にかかってきました、うん、出てみてもしもしと言いましたら、向こうがもしもしカメよの歌を歌ってきました、うん、気持ち悪いなと思って歌い終わる前に切りました、うん、そしたらまた違う番号で電話かかってきました、うん、何だろうと思って出てみたら、まだ終わってないよって言われました。これだいぶ怖いですよ、これは。これちょっとじゃないですね。これちゃんと怖いですね。まだ終わってないよ。もしもしカメよって終わりあるんすか？確かに。世界で一番お前ほど、うん、国様ノロマで。めっちゃ悪口言ってるやん。ノロマという自覚はなかったわ。うん、陽気で、なんか飲み物はない、うん、どうしてそんなに遅いのかみたいなですね。そうですね。それ1番ですからね。あ、2番、3番、4番あるんですか？多分あると思いますよ。結構説な、あれ長いはずですよ。もしもしカメよですか、うん、ちょっと見てみます。歌詞多分すっごい長いと思います。もしもしカメよ、歌詞ありますね。あ、長いですね。長いですよね、確か。どうしてそんなに呪いのかの後が、うん、これ2番も、うん、もしもしカメよで始まると思うじゃないですか、うん、違うみたいですね。2番違うんですか？森の熊さん方式でストーリーになってるみたいです、うん、なるほどなるほど。なんとおっしゃるうさぎさん、うん、そんならお前と影比べ、うん、向こうのお山のふもとまでどちらが酒に駆けつくか、うん、あ、うさぎとカメの童謡をこう作ったってことなんですかね、うん、これなるほど。これ最後のオチはどうなってるんですか？いや、もう多分歌詞足りてないですよ、これ。足りてない。3番が、うん、どんなに亀が急いでも、うん、どうせ晩までかかるだろう、うん、ここらでちょっと一眠り、うん、ここからだいぶ限界来たんでしょうね、うん、グー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 です。ウサギ側になって思ってるよ。もしもし亀を。あ、確かどっち目線だ。あ、でもウサギ目線だ。あ、いや、でもなんとおっしゃるウサギさんなんで亀だ。最初ウサギ、亀、ウサギ。え、これ3年目の浮気みたいなことですか？なるほどね。デュエットソングでもデュエット、ウサギとカメのデュエットソングなんですね、これ。こんなあるって知らなかったですね。意外とやっぱ童謡ってこう、2番3番あるんですね。さっちゃん怖いですよね、なんか。なんか、ね、言われますよね。まず入りが、さっちゃんはね、さちこと言うんだ、本当はね。だけど、ちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ。おかしいな、うん、さっちゃん、うん、この歌詞の入れ方とかはめ方、音のはめ方えぐいっすよね、うん、さちこって言うんだ本当はねって、このリズムでいくと、うん、だけどねじゃないですか、うんうん、だいたいだけどちっちゃいから自分のことをさっちゃんって呼ぶんだよ、うん、おかしいなさっちゃんって、この巻いて歌詞合わせる感じって、確かにこれ結構作った人天才かもしれないです。これ桜井さんじゃない？詰め込み方が確かに桜井さんと一緒ですね。一緒ですねって。次2番が、うん、さっちゃんはねバナナが大好き本当だよ、うん、だけどちっちゃいからバナナの半分しか食べられないの、うん、かわいそうねさっちゃん、うん、かわいそうか。いや別にバナナ好きで、うん、好きがゆえで半分しか食べてないから、はいはいはい、別にかわいそうねは間違えてませんこれ。そうね、うん、食べろって押し込まれた方がかわいそうやからね。ですよね。半分食べて満足してるんですかさっちゃんは。満足。ここで腹8分目足止めとこうってさっちゃんは言ってるから。そう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 。かわいそうねってなるとしたら、うん、バナナですよね。そうね、半分残されてるからね。かわいそうね、うん、バナナが正解。バナナ正解。変えるとしたら何と思います？こうかわいそうねのとこ絶対ここって、うん、5文字ですね。おかしいな、ああ、ね、さっちゃん、はいはいはい、かわいそうね6度だから押し込みタイプだ。まだまた押し込みに来たんだ、うん、
5でもよかったけど、うん、まあ6いっとこうかみたいなとこあるかもしれないです、ね、確かにね。じゃあ6で押し込むとしたら何やと思います？かわいそうね、さっちゃんじゃ。半分しか食べられへんかったってことに対してですね。そうです、そうです、うん。そもそもその価値観が違いますもんね。そうそう。僕らとは、いや、半分食べて満足しちゃうがええやんと、うんうんうん。それを元に言うとしたらですよね。うん。偉そうだね、さっちゃんって。社長タイプだ。ちょっとだけ食べておいてみたいな、ね、食い方がね、偉そうだね、偉くなったねでもいいかもしれません。これだともっと文字詰めてるんで、詰めて偉くなったね7って7だね、偉くなったね、うん、さっちゃん、これが正解かもしれないですね。別に出世したからバナナ半分残すはちゃうからねあっていう話になってくるんですよね、またそう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 。でもまあかわいそうには絶対違うんですよ。かわいそうじゃないよね、はい、うん。だから、そんだけバナナに執着してる子やから、はい。もらっていい？さっちゃんじゃない。ああ、うん。食べたいんよ。だって半分残ってる子気になって気になって知らないから。そうか。確かに。この半分をいちいちこの描写するぐらいだから、うん、もらっていい？さっちゃん。めっちゃ怖いですけどね、その歌。急に歌い手目線のやつが入る歌ってめっちゃ怖いですよ。第三者目線が入る歌って、すごい怖いですね。うん、まあ、これちなみに3番がですね、うん、さっちゃんがね、遠くに行っちゃうって本当かな？怖いね。あ、これさっちゃんの友達の歌なんですね。そうだね。さっちゃんっていう子供と友達の、うん、友達の歌。だからかわいそうねとかいう解釈なのかもしれないです。大人から見ると別にいやかわいそうじゃないでしょ、別にさっちゃんになるじゃないですか。今のところの推測言っていいですか、はい、これはさっちゃんが病気だってことを言ったでしょ、要は。あ、そういうことですか。だから半分しか食べれなかったっていうところと遠くに行ったっていうのはそういうことじゃない。そういうことか。うん、次いきますよ、うん、さっちゃんがね、遠くに行っちゃうって本当かな、だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうんだろう、僕が出てくるんですね。男の子やったね。男の子なんですね、うん、寂しいなさっちゃん、うん、なるほど。病気だから半分しか食べれない、かわいそうだなって思ってる僕、うん、最後本当に遠くに行っちゃう、だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうんだろう、寂しいなさっちゃん、ちょっと待ってください。でもだけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうんだろう、これって僕がちっちゃいって言ってるのか、さっちゃんのことを小さいって言ってるんですかね。だいぶ見方変わってきますね。これ多分同級生だから互いのことで、成長してない男の子目線で歌ってるからこそそういう解釈になる。だから死を理解できていない、はい、っていうのがまずあるやん。でも、うん、それだったら同級生のこと小さいカーラって言わなくないですか。自分の同級生のことだけど、うん、ちっちゃいカーラ、大人目線だったらめっちゃ怖くないですか。でこれ50のおっさんやったらやばい。めっちゃ怖い。お、本当はやりたかった説ないですか、あの電話の男は。なるほどね。え、これもしもし亀さんからこっちにずれてるで本当はこっちやりたかったけど、うん、あ、どれやったかなってなって、あ、あの同様のあれだ、もしもしで言っちゃって、うん、もう言っちゃったから止まれなくなっちゃって、うん、切られたから、うん、あの悩んだ時間もったいないな、まだ終わってないよって最後まで聞いてよみたいな行くとこまで行かせてよいや、そいつがノロマやわうさぎと亀とバカバカそう考えて怖いですね。じゃあ次。はい。でも今日はちょっとだけ怖い話なんでね。はい。はい、ちょっと盛り上がっちゃった。はい。これ一コマです。はい。ナキューさんですね。うん。ナキューさん。今付き合ってる彼氏の母が、占いかなんかをものすごい信じてて、うん、私の誕生日とか個人情報を占い師に勝手に教えてあげく、うん、その占い師曰く、私と彼氏との相性は良くないから今すぐ別れた方がいいと言われたと。うん。今あっちのおかんと私、別れるように説得されています。怖いって。ちょっと怖いですね、これ。確かに。ね、占いっていうのはやっぱり、それこそ信じるか信じないかはあなたですね。そうですよね。まあ、この、こういう押し付けるものではないですよね。そう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 。押し付け始めたら若干危ないですよね、もう。危ない。結構引けないとこまで来てる感はありますよね。うん、占いがこう言ってっから、みたいな。やっぱ純粋な方ほどそういうのにやっぱハマりやすいんですかね、意外と。そうやと思う。うん。僕、実は僕もね、タロット占いしてるんですよ。僕、事物のタロットカードがあって。はい。で、それを TikTok ライブとかで、めっちゃ適当にポップにやってるんですよ。はいでも一応勉強とかはしてる。全くしない最新これでタロットカードって、はい、もちろんルールとかもあるんですけど、はい、そうじゃないやり方があって、それが言うたら僕のタロットカードの呪物なんですけど、はい、一応霊感の強いおばあちゃんがもともと維持してて霊が宿ってるみたいな形なんですよ。ああ、なるほどなるほど。だからその感じたものを言ってほしいっていう、はい、タックさんの明日見ますねって言ってバーって引いてパンって言ったら絵柄は例えば一緒でも、はい、今日見るタックさんの絵柄に感じたものと明日見るものは違うんですよ。またあ、なるほどなるほど。
そう、黄色い空やった黄色い空に目が行ったらその時のことを言う。はいはい。直感で喋るってやつです。じゃあうまい具合にそれ言ってるんですか。適当に言ってます。それが当たると。結構だからこれが当たる当たるってなってるんですけど、俺は信じてないんですよ。言ってる本人が。いやマジで何がしたいんですか、その一連。いや楽しみたいけど、ね。ああなるほど、はいはいはい、それがハマるなーっていうのを楽しみたい。そうだからもうほんまふざけてるから、はい、TikTok ではちょっと言葉隠すんですけど、はい、なんかよくこうね一つの大きな玉をね、はい、大事にして持ってるとかがあったら、はい、今いる金玉大事にしなさいとかそういうアドバイスするっていう。なるほど。もうそのガチガチでアドバイスとかするわけではなく、そのポップな感じでいく。ポップで言うあるだけ。でそれのなんか一言大喜利じゃないけど、なるほどなるほど。写真で一言みたいな感じで僕は言ってるんですけど、なるほど。それを言うと意外とみんな当たってるとかなったりとかするんですよ。プラシーボーってやつですよね。プラシーボー効果ですよね。うん。いや占いなんかもうほぼ誰にでも当てはまっちゃうようなことですからね。ほんまそも多いと思う。いかにこううまく言うかみたいな。うん、血液型占いとかやっぱすごいなと思いますもんね。全員当てはまってますもんね、やっぱ。あれはようわかんないですよね。変わるわけないやんと思っちゃいますけどね。4個ではね。だからそうであるよって言われれば言われるほどそうなっていくみたいなものと一緒ですよね。うんうん、そう。だから、いいことだけ信じちゃいいと思うんですよ。ああ、そうですね。気持ちいいじゃないですか。はい、朝からさ、例えば12位の星座が出てさ、12位って言ったらちょっと気分悪いけど、はい、2位、3位とか1位とかなった時には、あ、今日いいことあるかもって信じるだけでいいと思う、ね。そう。それがまあ本来のというかね、うん、ではありますよね。楽しみ方ですよね。多分。だから最近ほら、お正月だったじゃないですか。お正月は初詣行くじゃないですか。はいはいはい、僕はね、今年行ってないんですよ。うん、っていうのも僕あんまり占いもそうですし、うん、そういうお祈りとか参拝とか、うん、信じてないけど行くじゃないですか、日本人って。うんうんうん、結構これ特殊じゃないですか。その宗教とかには属してないけど、うん、そういうことをやるっていう文化があるじゃないですか。うん、僕全くそれがなくて、まあそういう家庭だったっていうのもあるんですけど、行かないんですけど、うん、っていう話をしてたら、俺行ったよみたいな。その子がめちゃくちゃそういうの信じるタイプというか、重んじるタイプで、くじというかおみくじをしたら、末吉っていうんですかね、だったと。で、ちょっとなんか嫌だな、みたいな。末吉ってなんかなってなって、もう一回引いたらしいんですよ。たらもうその時点でもう破綻してるじゃないですか、やってること。もう一回引いたら、また末吉だったらしいんですよ。もう一回引けば出るんじゃないかって引いたら、今日だったらしいですよ、うん。3回引いてそこでやめたみたいな。今年ダメだわーみたいな感じのことを言ってて、確かに3回引いて、その微妙微妙悪いが出た時ってなんか確かに今年1年嫌な気分になるなと。確かに。だからそういうのがあるから僕はちょっとおみくじとかも行かないというか、あ、多分やらないんですよね。でも、そういうのってさ、面白いじゃないですか。でも、はい、末吉、末吉。そうですね。今日で盛り上がる。最悪やったわって言ったら、はい、フォローしてくる人いるじゃないですか。いや、そこで結局運が悪いのを使い落としたんだよとか、絶対言われるやん。はい、って。今、笑ってもらおうと思ってやってんのに、それ言われたらなんか、ってなって、二人とも気まずくなっちゃ終わっちゃうから、やめてっていつも思うんです、あれ。ありますね。今年おみくじ大凶やったわって言った時とかに、ってみんなが大凶ってなった時に、うん、でも逆に大凶って入ってる枚数大吉より少ないらしいよ、みたいな。ああ、わかる。小学生の時よくやっちゃってたんですよ。うん、やってた側？小学生の時はですね。はいはいはい、でも、それが良くないよって真剣に母親から言われたことあるんですよ。お前の、なんかこう会話した時に、それを超えようとする雑学をこう引きらかしてくるところ、うん、あ、それすごい大人になって嫌われるからやめた方がいいよ、みたいな。はいはいはい、その当時はなんでこんな言い方されないかんだろうと思ってましたけど、うんうん、今思うとすごい大事なことだったなというか。確かにね。いいままっすよ、それは。いいままですよね。はい、今思うと、やっぱそのまま言ってたらめっちゃ、めっちゃ怖かったなみたいな。確かに。たまにいますよね。うん。だからその時の小学校の時のタックルさんやったら、はい、僕の笑ってもらいたくて喋る不幸エピソード全部雑学で返されるってことでしょ。です。いやでもそれって、うん、とか。いやめっちゃ嫌よ。こうでみたいな。だから、うん、みたいな。それあんま関係ないと思うとか言ってます、ね。大っ嫌いよ。多分陰口叩かれまくるでしょうね。いらんこと言うよなみたいな。やるんですよね、そういう。いやこれマジでね、意外と不快感すごいんですよね、これって。あ、そうそうそう。やられるとですね。次です。はい。まゆもさん、友達と電話しました。まゆの通話口からずっと男の人の低い声が聞こえて、うん、早口でお経みたいなのを唱える声がずっと聞こえてたらしいです。うん、友達は男の人といると思っていたけど、実際全然一人でした。うん、だから、受話器からお経って、ね、怖いですよね。お経は怖い。何かの話とかに、お経って付け加えるだけでめっちゃ怖くなりますよね。うん、これ僕、だから、一個不思議なんですけど、うん、お経は成仏させるために言ったりするじゃないですか。はいはいはい、なんでそのお経側が幽霊になってるのって思うんですよ。うわ、僕ないんですよ、聞いたこと。声とかはめっちゃあるんですけど、お経はない。お経はないです。
だからあれじゃないですか、そこのやばい霊本人じゃなくて、それをこうどかそうとしてくれてる守護霊の声の可能性とかないですか。ああ、なるほどね。お坊さんが守護霊でみたいな、うんうんうん、なんかやばいの近づいてきてる時にお経を唱えてくれてるみたいな。なるほど、守る側の声、守る側の声で、それが伝わ、人間分かってないから怖いって解釈になっちゃってるって、はい、ああでもありえるかもしれないですね。それはありえますよね、うん、このマユモさん、うん、電話してる相手が良くなかったのかもしれないですね。なんか確かに前もさんにワンチャン狙ってる男とか、ああ、お経を唱えてこう払おうとしてたんかもしれないですね。確かに、だから何かしらあるかもしれない。それでもそうかもしれない。ありえますよね、なんか。はい。だからジャッキーをね、そうですそうです、ジャッキー的な感じ取って、そうです。ちょっと言葉巧みに騙して大太郎と思ってる男やっていうのはやっぱあるかもしれない。話聞いたのかみたいなのを、はいはいはい、あ、こいつは良くないよみたいなのをこうお経でこう伝えようとしてたみたいなの、はい、あるかもしれないですね。だって僕よく芸人の時、はい、お前誰と思うのみたいな友達が来てくるんですよ。でいや誰もなんて、はい、ほんまに誰もいないんですよ、はい、部屋にいて、え、まあ、めっちゃ女の子の声聞こえるよ、とかほんまに多かったんですよ、女の子、うん、うん、でいやお前にかけるの嫌やわって言って、毎回なんか聞こえんねんって言ってた、霊感ある子じゃないですよ。でもこの子の電話ってほとんど合コン誘われる電話なんですよ。だから誰かが邪魔してた、今の説で、あ、なるほどと思って、聞こえてくる声は守ろうとする感じのパターンもあるかもしれないですね。じゃあね、焼き餅なのか守ろうとするのかっていう、その例についてる例によってありえますね。で多分タックさんと喋っててもそんなないとは思うし、確かにないですね、うん、ないですないです、あるんかもしれない、あるかもしれないです。だ女の子の守護霊がいるかもしれないですね、うん、いるかな、はい、背後霊とか。クリンサーさん、だから若干クリンサーさん子供っぽい時がたまにあるというか、え、子供っぽいこと、なんか顔も童顔じゃないですか。いますか。はい。だからそれがいるんじゃないですか、女の子が。だからもう早友さんに3年前はギャルがいっぱいついてたって言われて、はいはいはい、でも今全くついてないって言われたんですよ、うんうん、で確かにそのつかなくなったって思われる時期から、うん、なんか趣味嗜好は確かに変わったんですよね。それまでは髪染めたりとか甘いもんとかを大量に食べたりとか好きだったんですけど、一気に変わって、なんかザ男の部屋じゃないですか、ここも、うん、服装もそうですし、髪型とかもやっぱ変わるもんなのかなと思って。これでもほんまにそう、僕も思ってたんですよ、それ。え、僕も生き量ついて、はい、なんか爪ネイルのね、生き量の写真が写っちゃったとかそういうのがあったんですけど、その現象が多い一時期だけやたらキムチ好きだったんですよ。へえー、で今全然好きじゃないですよ。なんでキムチなんですか。わかんない、異常に好きだったんですよ。だからそこにいる誰かが好きなものとかがこう映るみたいな。映るんかもしれない。かもしれないですね。いやだからほんまにこの間も、毎週さんさ、キックボクシングみたいなやってるけど、はい、俺リズム感ゼロなの。格闘技とかもリズム感いるじゃないですか。はいはい。フットワーク的な。そう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 、そう、はい。でも、先週だけ唯一、めっちゃリズム感あった。マジで。いや、馬だっただけじゃないですか。ちゃうんすよ。あ、またそっからは全然。落ちてっていう。なんか、自分でも今日違うっていうのは分かるんですよ。あ、じゃあ。その日というか、だけついてるのが、牧原さんやった可能性ありますよね。マッキーついてるの？マッキーついてた可能性あります。リズム感以上にいいっていう。え？マッキーリズム感いいやろって、それ音楽やってる方やけど、マウスピースはめられない。これ多分今、車運転しながらここ聞いてる人多分事故ってますよ。マウスピース喋られへんで、吹き出したまま。ハンドル持ってかれて、絶対あかんこと言ってるもん、俺。絶対あかんこと言ってる。うわ、一本ですね、これは。で、はやともさん曰く、前は若いキャラがいっぱいついてたけど、うん、今それじゃないみたいな。で、これはね、あんま番組中に言うことじゃないな、みたいな。うんうん、え、何ですか、怖いって言って、まあ、番組が終わって。うん、で、はやともさんさっきついてるって何ですかって言ったら、まあこれだけは言えるんですけど、お金目当ての人多いんで気をつけてくださいって言われたんですよ。めちゃくちゃ多いから、うん、本当に人選んだ方がいいですよみたいな、あのお金目当ての人のあれがすごく渦巻いてますみたいな、うん、多分こうやってメディアとか表に出る人って、はい、一定数絶対それいると思うんですよ。まあ絶対つきものではありますよね。そう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 、はい、特にタックさんぐらいになったらめちゃくちゃ多くなると思うんですけど、僕ですらいますもん、それは。お金目当ての人が。お金目当てじゃないんですけど。ああ、わかりました。わかりました。好きだからとか友達だからとかそういうの以外のなんかこう、うん、価値を求めてやってくるというか、ね。そう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 。はいはいはい、はい、で可能性あるな、こいつと思って近づいてくるけど、意外と全然伸びひんし、意外と何してもうまくいかへんのが気づいて、あ、こいつってで、いい限りに離れていくっていう人はめっちゃ多いです。だから意外となんかあった時に離れていく人って、そもそもそうだった可能性って高いかもしれないですね。あるかもね。逆なんかもしれないですよね。はい。本当に好きだったけどなんかで、その人が離れていったってよりは、うん、利害というかね、うん、
損得感情で近づいてきた人っていうのは何かあった時離れていくの可能性はありますね。めっちゃあると思います。何かあった時の方が人間関係っていうのはリセットできるっていう可能性ありますんで、なんかね、ある。だからなんか大きな動きした時っていうのはすごく感じるものありますよね、冷静に。だからお店始める時終わる時で俺すごいやっぱ感じましたもん。やっぱそこにいる人が違うってやっぱなりますか。なりますね、やっぱり。やるよな。だからなんか大きな、多分今後さ、なんかタックさんもいろんなことやっていくじゃないですか、はい、で異端児として動いた瞬間、はい、始める時と終わる時どっちも終わるもんなんですよ。なるほど、はい、間だけがヒーローになれるんですけど、ヒーローというか、はいはいはい、すごいねとか言ってくれるんですけど、どっちも最終始まりと終わりはもう絶対終わるもんになると思った。なるほど、はい、うわーどうしよう。なんかもうそう考えるとちょっとでもこの人そうなのかなみたいな節がある時ってたまにあるじゃないですか、うん、ありますあります。あの直感ってあながち僕間違ってないんじゃないかっていうのがあって。あると思うね。それそういう方って一つでもそういうの感じるともうダメですよね、うん、ダメ。絶対そうですよね。だってないもん、普通に接して。普通ないですもんね。友達同士でいたりとかしたら楽しいし、降りたいとか。いやー、生きづらいっすね、世の中。いや、しんどいよな。生きづらい世の中ですわ。はい、次行きますね、うん。これちょっと怖いです。うん、ちょっと怖いです。めぐむさんです。はい。6時10分になると、外から太鼓の音が絶対聞こえて、どんどん近づいてくる。怖い。なんかたまにありません、地域の中で5時を知らせる音みたいなのあるじゃないですか。あれがなんでこれにしたみたいな地域ないですか。めっちゃあります。相場オルゴールみたいな、うん、てん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 とかなんか、うんうんうん、てん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 とか夕方ですよなんですけど、うん、たまにあーってないですか。甲子園のやつね。あ、そうそうそう、はいはい。何がってことですか。確かに分かります。なんて田舎に来て初めて気づいたんですけど、はい、やっぱこう一本一本遅れて時差で来るからさ、ああはいはい、もうすごいなんか被りまくって結局、はいはい、その何言ってるか分からんっていう。ラジャコンチョセキュンちゃんのショ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 。そうそうそう。で、こっちも違うとこからバーって言ってるから。ありますね。同時にせいやって思うんだけど、ちょっとずつ違うね、やっぱり。やっぱ、音も速度ありますから、やっぱ、はい、そう仕方ないんでしょうね。はい。僕、一個前というか、その今、福岡のところは、うん、その町内会のお知らせみたいなのがスピーカーで流れるところなんですよ。うんうんうん、そんな田舎ではないですけど、うん、まあ、昔からの地域っていうのが多分あると思うんですけど、はい、そこの町内の人、アナウンスいる人が、おじいちゃんなんですよ。うん、結構声がハスキーで、まあ、どちらかというと平泉成さんよりの、はい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 、声なんですよ。で、日曜日になったら絶対朝入れるんですけど、うん、今日何をするかみたいな。本当にまさにそれで、うん、もういろんなとこ聞こえるから、うん、もう何言ってかマジで分かんないですよ。分かんないですよ、ね。あったー、あいよあいよ、あいよしか聞こえないんですよ。朝8時ぐらい流れるから、それが。毎回それで目覚めてて、日曜日が、はい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 。あれ、改善したいですね、あれ。あれ改善したい。よっぽどな時だけで良くないと思う。まあまあそうですね。うん、普段からこう、ああ、何言ってか分かんないってなってたら、本当に緊急時の時に。聞かないです。今、で、それでこう、公園にもクレームが入る時代じゃないですか。うん、だからそういうのもなくなってきてるというか、もう今から10年後は懐かしいなってものになってる可能性ありますよね。確かに。5時のあーっていうのは。もう伝わらないかもしれないですね。次、マルタさんです、はい。高校生の時です。夜、ツタヤの DVD 返そうと自転車漕いでいました。で、T 字路があったんですけど、私に向かって自転車を漕いでくるおじさんがいました。うん、私は T 字の上の横棒の上をお互いに向かい合ってたと。こっち側からこの方来てて、うん、おじさんはこちらが来たんですよ、うんうんうん、で曲がるところが左しかないみたいなことですよね、うんうん、T 字のおじさんスピード緩めずにガンガン向かってきました、うん、だからこのスピードと危ないぶつかると思って急ブレークをかけました、うん、ファッと気づいた時にはおじさん消えていました、うん、夜の街灯だけがぼーっと地面を照らしていました。三叉路っていうのは良くないと言われてますけど、夜なんか出てくるのでしょうかね。ぶつかってくるタイプってちょっと新しいですね。危ないってなったらいないタイプ、うん、新しいですね。新しいですね。いたずら好きのおじさんかもしれないですよね。だから異世界の人なんじゃない。あ、だから向こうも向こうも危ないってなってる。一瞬見えてるんかもしれない。あれ？おーっていうその見え方が違うんかもしれないですけど、はい、でそのさなんていうの T 字路、はい、が見えるっていうのはもしかしたらそのなんかあるんかもしれない。そのスピードとちょうどもしかしたらスピードと気温と何かが重なった時に風の抜け方言われてました。クリスターさんもそういう経験された時って確か自転車乗ってる時って言ってましたよね。下り坂の時じゃなかったっけ。誰の話してる。いや知ってましたよ。下り坂の話。チャリ乗って走ってて、うん、家と家の隙間みたいなところ。いや別に家と家の隙間やからピョンピョンピョンってハンドルスレスレのところで入っていくしかないっていう目印として自転車を言っただけで、 あ自転車に乗ってるわけじゃなかったっす、ね、そう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 。人の記憶ってバイアスかかんすね。だから3本チンコもおかしいですよ。それ
三本チンポをね、うん、あの前回の帰る時に三本チンポの話したじゃないですか、はい、この時なんかその三本チンポってずっと言ってたら、うん、なんかそのモロハさんが頭に出てきたんですよ、うん、モロハさんっていう、うん方でラッパーの方で歌手なんですけど、うん、めちゃくちゃ熱い歌を歌うんですけど、うん、歌い方がものすごく独特なんですよ、はいはいはい、三本芝居っていう歌があるんですけど、はい、三本チンポこのリズムが似てるっていうのもあって、はい、モノハさんのモノマネするか悩んだんですよ、はい、語りかけるような口調なんですよ、うんうんうん、で今まで恥ずかしかったことみたいな感じなんですよ、うんうん、それをこうやろうかなと思ったんですけど、うん、本当に叩かれそうだなと思ってやめたんですよ。なるほど。でもやらなかった後にうわ昔だったら絶対はい、やってたなと思って、うん、後悔してたんです。いや成長です。これはあれですか、はいはい、守るもんできたとかそういうのではない、そういう類じゃない。はいはい、判断能力がついたと思ってる。良くなったんですね。良くなった、はいはいはい。成長です。やっぱ良くないですよね。誰が聞いてもこれは。多分良くないと思います。僕もそのねモロハさんという方はちょっと存はい、あの聞いたことがなかった。僕ラップとか分かんなくてあれなんですけど、はい、多分正解です。今モノマネされた感じで言うと昭和のエロバラエティの司会みたいな感じに聞こえちゃったんで。あ、なるほど。はい。僕がですね、僕のマネが、そう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 。はい、それは成長なんだ。成長する、ね。あ、よかった、言わなくて。うん。ただ、言おうとしたけどやめたってとこはちょっと判断してほしいなと。でもだいぶ違うじゃないですか。言おうとしてやめたか、うん、もう惜しみなく言ったか。これだいぶ違うと思うんですよ。なるほどね。はい、だ全然違いますし、はい、みんなそこからリンクされて、モロハさんだってなってない。多分全日本国民これ見てるでしょ。言うとなんか三本チンポって、なんか、うん、モロハの歌みたいな言い方してて草みたいなコメント絶対来てます。絶対ない。ないですかね。一件もない。ないで、モロハさんに聞かしても思え。そうですか。うん。どっかなんか、ニュアンスとイントネーションがなんかね、三本芝居にこう似たものがあったんですよね。うん、それが、うん、モロハさんがっていうのが地上波に出たことがあったんですよ。うんうんうん、っていう、うわーって地上波出たってなってて。うん、それが、自分が今一番会いたい人っていう芸能人がやるコンセプトの番組だったんです。そこでモロハさん登場されたんですけど、はい、それを指名したのが、あの、東出さんだったんですよ。お三本チンポやん。三本チンポじゃないよ。じゃあ。うん。一本チンポで複数のだけでやって。だからなのかもしれないです。うん、そのチンポと、うん、あそうやっていろんなその記憶がバイアスかかって。うんね、バイアスかかって。いい迷惑っすね、じゃあ。いや、そうよ、だから。めっちゃいい迷惑っすね。いや、僕、本当大好きなんですよ。はい。それだけは言っときます。本当大好きなのに、今、二人に迷惑かけてますか。名前出して。いや、二人か、これ。一人じゃないですか。何や。二人ではないです。多分一人ですよ。一人の。何の話からこんなになったんでしたっけ。いや、クリスさん。T 字路です、T 字路。あ、T 字路。はい。チンポやん、もう。T 字路って。いや、違うやん、形はね。チンポの T やし。うん。もう何個もかかってきてるじゃないですか、はい、もう。ここまでこうかかってくると、もうなんかかけさせられてる感もありますしね。確かに。もう二度と送ってやらないでください。T 字路とか。で、次です。176S さん。分析するほど、これなんて、って思うんだろう、まあ、戸籍の籍って書いてるんですけど、うん、分析なんですかね、まあ、籍を分けるというか、うんうん、するほど昔から仲が悪い母と姉、うん、相当ですよね、うん、戸籍から外すみたいな、分けるぐらい仲悪い、めっちゃ悪いっすね。まあ仲悪くてもそんな形も全部変えようとはならないですよね、もうね、ならないならない、相当ですよね、うん、だから毎度毎度板挟みが辛く、私も自然と姉とは疎遠になりました、うん、その時何気なく母と姉との LINE を見たら、私に対する悪口のオンパレードで人間不信になりました。怖っ。かわいそう。なんか間の差がみたいなとこはありますよね。でもある。だから似たような感覚やったんかもしれないですよね、そのお姉ちゃんで、だからこそぶつかり合ってて。ああ、なるほど、はい、標的が一致してそれがその方だったのかもしれないですね。そう、標的が定まった瞬間に仲良くなったりするじゃないですか。ああ、でも3人である女性あるあるのいじめみたいな感じですよね。そうそれかも。いや、でも家族に対してこういう思いするっていうのはちょっとしんどいですね。いや、いやですね、かわいそうですね、家族はね。つらい、こう家族間の問題って、しかも人に話しづらいことはありますよね。ね、やっぱだから最近というか、小学生の時僕転校しちゃったんですけど、うん、転校する前何も伝えずに行っちゃったタイプでして、うんうん、ただ小学生の同級生というか幼馴染と最近再会したんですよ、十、うん、何年ぶりに、うん、でその時なんで二人仲良かったのかなっていう話になって、うん、だから二人とももうほぼ不登校気味、うんうん、で学校行かずに遊んでたんですけど、うん、お互いに家庭事情に踏み込まなかったんですよ。なるほどね。でも大人になって、まあ、今だから言えるよねみたいな話で、うん、いや、お互いあの時正直家庭に問題があるんだろうなって薄々気づいてたよなみたいな話になりましたんで、だから子供ってそういうの敏感というか、大人よりも、
はいはいはい。言うとその、まあ、言わないなりにこの察するっていうのは子供の頃から備わってる力なのかもしれないですね。もしかしてそうかもしれないですね、うん、で子供の方が意外と空気読んだりするかもしれないですね、うんうんうん、そうやってね、うん、大人の方が確かに KY というか空気読めない人多い気はしますよね。なんかそうね、無駄に知識がついちゃったんでしょうね、だからね。さっきの話戻りますけどみたいな、はい、いや誰かおるやんもうそれ、クリスタさんその該当しとる人がいるじゃないですか、もう絞れてくるじゃないですか。いや自分もそういうのがあったりするから、自分あなるほど自問自答の時間絶対あるんで、はいはい、見直すというかね、そうマウント取ってもうてんなダッサーっていう瞬間がやっぱあるんですよ、はい、自分で、はい、それで言うとなんかこれね多分使えないですけど、うん、最近あの初耳怪談という、うんうんうん、テレビ大阪の番組のゲストで呼んでいただきまして、うんうん、僕が話したのが事故物件に関する話だったんですけど、うんうん、ちょっと違う角度でして、うん、今現代の事故物件ってこうなってるよみたいな、不動産から聞いた事故物件事情みたいな、うんうん、自分の中では結構事故物件の中でもちょっと違う角度というか、うんうん、あまり聞いたことないような角度で話ができたかなっていう、うんうん、手応えがちょっとあったんですよ、はいはい、最後のこの締め方も決まったと思って、うんうんうん、で席戻るんですよね、あれってこう話した後、はい、席戻ったらみんなってそこで何するかってその話に対する感想いくじゃないですか、うん、なんかみんなエンジンついたように自分の持ってる事故物件の話しだしたんですよ。ああ、僕の感想そっちのけで事故物件の話をバーってしだして、はい、その中にノブさんもいたんですけどこれはね、はい、みんな階段好きなんですよね。ああ、やっぱ結局そうなんですかね。だから多分それほどみんなが熱量高いんですよ、多分。階段だね。そうそうそう。別に悪口じゃないですよ。うん、悪口ではないです。うん、ただこうなんかみんながエンジンわーんってかかった感じで、うん、おのおの走り出したというか。はい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 、はい。熱量なんですかね、これって。やっぱ我慢できなくなるんですかね、やっぱ。多分そうやと思うねんな。思いついたものをやっぱ聞きながらこれ喋りたいあれ喋りたいっていうのがもうどん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 浮かんでいってる状態で、多分全然そのタックさんに勝ちたいとかそういうマウント取り合いとかじゃないとは思うけど、あそうだと思います、そうだと思います、ほんまに楽しくなっちゃってその話が新しいからこそくすぐられたというか、階段魂をみたいな、そう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 、だから考察よりもじゃあこの話やったらどうやろうとかいう風にエンジンかかったら、だから好きなんでしょ本当に。あ好きだからこそみたいな、うん、逆にだから好きすぎて怖い、確かに怖いまで言いますちょっと怖い話ですねこれ。でもなこれが通常の5人ぐらいで集まった飲み会の時に発生するとめちゃくちゃしんどくなるんですよ。わかります。二人の時にそれが起きるとめっちゃ面白いんですよ。もうゲラゲラ笑えると思うんですよ。はい。でも5人とかぐらいの人数になってそれ始まると、なんかもうエピソードトークの合戦みたいなの始まったらもう僕しんどくて帰りたくなっちゃうというか。めちゃくちゃありますこれ。ほんまに。これは何なんでしょうね。だから僕もそれがあるから話さないようにしてるんですよね。うん、そういう場では。だからルール決めてほしいです。はい。別にさ、二人で飯食ってても。はい。そんなにエピソードトークしないじゃない？はい、そうですね。ラリーして遊んでるみたいな感じですよ、ボール遊び。だけど一人でみんな勝手にこうやってドリブル始めるから、それを見とかないといけない時間がしんどいじゃないですか。こうフェイント入れたりとか、バーッとして。いつ行こうかなみたいな。そうそうそう。テイロもね、から入って一回入れなかった時に一旦こう、抑える人もいるじゃないですか。入るとこミスったみたいな。はいはいはい。ああいうのがなんかちょっとこう、きついんですよね。確かに。だからもう、ワンタッチ、ツータッチぐらいでパスとかにしてほしいんですよね。そうですね。こういう飯で。文字制限決めてほしいですよね。締めてほしい。わかる、すごい。だから階段始まっちゃうと長いから、それが。ああ、そうですね。ドリブルがね、どうしても。いや、誰かのこと言ってます。言ってない、言ってない。じゃ自分のことをこう、自問自答の時間が。そう、階段っていうのは、相場が長いですからね、まずボーダーみたいな。たまに、長くておもろい人いるじゃないですか。はい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 、はい。僕なんか長くてつまんない人って、うん、後から話題になれるじゃないですか。はいはいはい、その人いないところで、はいはい。ちょっと陰口っぽくなりますけど、はい、あいつの話長いしきつかったよなっていう盛り上がる話になるじゃないですか。うんうん、長くておもろい人っていじれないじゃないですか、おもろい。いじれない。僕の中で長くてつまんないより長くておもろい人の方がしんどい説。でも確かにそうかもしんないですね。だから伝わんないですよ。その、ちゃんとスキルがあるから、はい、その言ったら、そこに関しては KY じゃないですか。空気が読めないからそうやって長く喋るんですけど、でもこの技術は本物やから、他の人からしたら、あれとかあるよねって言っても、でも面白いからいいじゃんってなっちゃうんですよね。そう、そうそうそう。はいはいはい。そうみたいな。これ、僕もしかしたらですけど、それ僕たちというか、が切りすぎの可能性ありますよね。確かに。人は別にそこまでで人の話が長いとか短いとかちょうどいいとか思ってないっていう可能性はありますよね。そこはちょっと怖いですね。これだから多分なんですけど、職業病やと俺は思うんですよ。あー。なるほど。タックさん
んも俺も、まあ、多分他の芸人さんもそうだと思うんですけど、やっぱり芸人って尺命じゃないですか。うん、いや、めっちゃ意識しますね。はい。エピソードトークにしろ、まあ、ゾッとする話で怖い話にしろそうなんですけど、やっぱ対大物 MC に聞かせるわけだから、3分超えれないんですよ。はい、ああ、なるほど。これ、周平さんでも喋ったんですよ、島田周平さん。はい。やっぱ、ゾッとする話が3分だとしたら、はい、4分、5分喋ると、あの、松本人志の2分を人生でもらってるわけじゃないですか。ああ、そう考えちゃうわけですね。そう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 。そうだ、まだプレッシャーとか感じ方違いますね。そうなんですよ。1分でそこそこの、わっておもろい話をタクさんにするのと、3分かけてそこそこの面白い話してしまうんやったら、もう1分の方が、滑ろうが、傷はないわって俺思っちゃうから。ああ、そう、それありますね。はい。それは意識してない人がほとんどでしょうね。やっぱ。でも僕もそういう経験あんましたことがないので、うん、はいはいはい。ここだった時にこの時間絶対守んないといけないみたいなのはなかったのに今まで。うん。そこを経験してる人たちからしたら時間オーバーとかってありえないことなのかもしれないですね。時間オーバーやっぱ気になる。時間は気になりますよ。だったら今回のその大会も3月9日、うん、あの、時間は超厳守で。いや、大事だと思います。4分。はい。階段で言ったら4分、結構短い方。階段で言ったら短いですね。で、時間が、例えば4分過ぎるじゃないですか。うん、1秒でも過ぎたら、あらかじめ張っておいたピアノ線がものすごいスピードで首を切ります。めっちゃ怖い。で、ここで同時に検証できるなと、うん。気づかないうちに首切られたら、まだ階段喋り続けるのか。恐ろしい検証始まるやん。スパーって言った後に。うん、でですね。でも多分、賞金を受け取ることはできないですけど、その人優勝っすよ。一番恐怖ですよ、それは。それぐらいのね、うん、時間の厳守で今回行かせていただこうかなと。なるほどね。そんなこと、なんか、警報鳴らしはしないですけど、サイレンとかじゃないですけど、考えとしては、あの、ライトを徐々にこう消していく。うん、なるほど、なるほど。近づいてくるんですけど、でも最後の方に。で、4分超えちゃうと完全に真っ暗になっちゃう。うん、ここはルールとして一応事前にお伝えはするんですけど、はい、ここ利用してきたらよくないですか？やるかもしれないですよ。これはそのルールが公開された後にもちろん言いますけど、パッて消えた後とかになんか、何にも見えなくなったんですよ、とかなんか一言声だけ聞こえてみたいな。これ謹慎します。いや、これね、確かにあらかじめルールつけてた。いや、ですね。最強にうまいから、それは。ですね。はい。危ない、気づけてよかった。このルールを先に伝えた時に、このやり方する人、絶対とは言いけないですけど、いないとは言い切れないですもんね。うん、僕だったらやりますもん。僕もやります。じゃあ、いるわ。じゃあ、いるいる。禁止です。はい。やっぱ、首切るのが一番いいから。首切った後に喋られるのも禁止ですよね。首切った時点で喋ったら怖いから喋っても向こうです。向こうですよね。喋ってないことになります。じゃあ首ついてる時までの最低でいいですね、こっちは。待って。いや、めっちゃ、いや、大先輩ですよ、全員。こんな、いじっちゃダメですよね。しかも大会後ならわかるんですけど、大会前にこんなピアノ線張って首切りますとか。ダメだわ。すいません。ごめんなさいね。それがちょっと楽しみであるということでございますね。うん、はい。面白いですね。ちょっとどころじゃないですよ、最後判断起きたら、はい。という感じでございます。はい。まあ、ちょっと、だいぶ、いい時間です。わかりました。40分喋らせていただきました。ありがとうございます。はい、ただですね、もう一本。まだあるんですよ。どうですか、今の気持ち。もう一本、いけそうですか？一回飯食いたい。確かに。めちゃくちゃお腹すきましたね。めっちゃ腹減りました。そうですね。ちょうど内部調査も来ることですし。はいはい、はい。ちょっと飯、行ってきますか。行きましょう、一回。で、ちょっと今週最後のもう一本、はい。プレザーさん、お付き合いしていただきますんで。お願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。で、ちょっと最後僕が言ってることいきますよ。はい。どんな感じで言ってるのか。はい。ちょっと聞いててください。笑わんといてください。わかりました。はい、というわけで、これから寝るよって方はですね、今日も一日お疲れ様でした。で、今出勤してるとか、通学してる電車の中だっていう方はですね、今日も一日、まあ、サボりながらですね、ゆっくりと自分のペースで頑張ってください。では本日は終わりです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、空気5割ぐらい出してんねんな。あ、ここ抜くのが大事なんです。あ、抜く